2005年12月撮影のアビーロードスタジオの外観アビーロードスタジオはイギリスのレコード会社 EMI によって1931年11月に開設されたロンドンの録音スタジオ。ビートルズやクリフ・リチャード、ピンク・フロイド、シャドウズなどが録音を行ったスタジオとして有名である。スタジオはウェストミンスターのセント・ジョンズ・ウッドにあるアビーロードに位置する。 1831年にジョージ王朝風建築のタウンハウスとして作られた建物は1931年にグラモフォン社によって購入されスタジオに改築された。グラモフォン社はコロンビアレコードと合併し EMI となりスタジオはその後1970年代にアビーロードスタジオと改名するまで EMI レコーディングスタジオという名称だった。 スタジオ近隣の家へも同社によって所有され、ミュージシャンの宿泊に使用された。1931年11月12日は、オープンセレモニーが取り行われ、英国楽団の重鎮であったサーエドワード・エルガーが、ロンドン公共楽団を敷き、英国第二の国家とも呼ばれる、希望と栄光の国の演奏を行った。なお同スタジオの初録音は、前日の11日より録音が始められた。 エルガー式ロンドン公共楽団による公共的修作フォールスタッフである。当初から今に至るまで最も広い第一スタジオは主にオーケストラやオペラなどの収録に中間の第二スタジオは軽音楽等に最も狭い第三スタジオは少人数のアコースティックナンバーや効果音などの収録に使われることが多い。第二スタジオは1958年に クリフ・リチャードとドリフターズがムーブ・イットを録音した時からロックの中心となった。スタジオはロックンロールがロックへと変化するのを目撃した。1958年から63年の間にクリフ・リチャードとシャドウズはスタジオを若返らせ協定を破って徹夜のレコーディングセッションを行い新しい録音技術を可能とした。彼らは大きく ヘビーなギターミュージックにスタジオを開放し、よりポップな音楽を演奏するビートルズがスタジオを容易に使えるようにした。ビートルズはクリフ・リチャード同様にこのスタジオから大きな成功を成し遂げた。1960年代初期から中期にかけて、ビートルズとクリフ・リチャードとシャドウズはスタジオの共同オーナーのようになり、録音時間に関して親しみを込めて争った。 1968年 EMI が自社スタジオでの使用を目的として開発したミキシングコンソール TG12345 を導入ビートルズのアビーロードやピンクフロイドの狂気等のレコーディングに使用された。1969年ビートルズがスタジオの前の通りにちなんでアビーロードを発表。それ以後アビーロードスタジオと呼ばれるようになり、 後にアビーロードスタジオと改名された。シャドウズはビートルズのアビーロードのパロディとしてジャケット写真を真似たライブ AT アビーロードを発表した。第2スタジオはまたピンクフロイド、ホリーズ、マンフレッドマン、シーカーズ、ジェリーザ・ペースメーカーズ、マーティン・ブライリータ多くのミュージシャンも使用した。ちなみにポール・マッカートニーはビートルズを離れた後、 最も親しみ慣れて使いがあっての分かっている第二スタジオをそっくりそのまま自宅に再現して使用している。2010年2月 EMI は運営が困難なためスタジオを売却する方針であると報道された。しかしこの報道後スタジオ存続を願う人々や団体による反響が大きくなりポール・マッカートニーのメッセージやナショナルトラストによる保存の意欲なども報じられた。 数日後、EMI は買収計画を見直すと一部の報道機関が伝えた。なお、スタジオを所有している EMI グループが現在経営難に陥っているのは事実であり、再建の試みも不調で、また、レンタル料の高さから運営が苦しいため、今後も EMI が高級的にスタジオを保有し続けられるかどうかは依然として不透明である。英国の文化財に指定された。 アビーロード横断歩道を前日したスタジオ前の横断歩道は世界中から多くのビートルズファンが訪れる場所となり、その文化的背景から景観の保存が検討され、アルバムジャケット撮影から41年後の2010年12月、イギリス政府により、この横断歩道は英国の文化的、歴史的遺産の指定を受けた。建物以外が指定されるのは初の事例である。 アビーロードスタジオは映画音楽の録音を1980年にアンビルポストプロダクションとの契約を結んだ時から始めた。ここで録音された映画音楽はアンビルアビーロードスクリーンサウンドと呼ばれた。この協力関係はこれだスタジオが取り壊されアンビルが新しいスタジオを探す必要が生じた時から始められ1984年に EMI がソーンと合併し、ソーン e MI となった時に終了した。アンビルトの協力関係終了後も、アビーロードでの映画音楽ビジネスでの成功は継続した。同スタジオで録音された作品は以下のものを含む、ありがとうございます。